在だよね。2週間ぶり？うん、2週間ぶりぐらいですね。先週来ようと思ったらお客さん来て、あでも契約書結構バタバタギリギリ滑り込みで誰入ってきました。引き地さんと誰？ジョイ？シロマさん。シロマさん始まります。ヘッドホンしていただいて、グッタイミュージック、金曜日の午後4時になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。宜野湾市急なにあります FM 宜野湾のスタジオより DJ メグが生放送でお送りします。そして今日もこの方にお越しいただきました。はいはい、2週間ぶりに来ましたリエコでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりに。久しぶりですね。先週来ようと思ったら、お客様が来ていただいて、はい、ご制約いただいてイエーイ、それは素晴らしい、はいはい、ねえ、よかったですね。はい、よかったです、はい、ねえ、先週も、はい、メール来てましたよ。え、メール？めいちゃんから電ついて帰るが未だに分からへんって言って電ついて帰るはですね、電っていうのがこうタッチっていう意味。そうそうそう、タッチっていう意味ね。から、すごい強行でどっか行ってすぐ帰って、だからそこの行った土地にちょっとタッチして帰ってくるっていう意味で電ついて帰ってくるんです。わかったかな。わかったかな。理解してくれたかな。そうなんです。レイコさん待ってましたということで、はいはい、ありがとうございます。はい、今日もよろしくお願いします。今週ね、初めぐらいに、新潟と山形のあのあたりで地震があって、ありましたね。で、この番組もよく聞いてくださってる大吾さんがね、山形なので大丈夫かなということで ね、DM をしたんですけども、今コメント入ってますね、めぐ、心配 DM ありがとうって書いてますね。いえいえ、無事でよかったですね。無事でよかったです、はい、そんなに被害も大きくなかったみたいでよかったです、はい、沖縄の方はまだまだ梅雨真っ盛りでなんですけども、今日は雨降ってないですね、朝から。今日は大丈夫です ね、今日明日は曇りなんですけど、晴れてはないんですけど雨は降らないみたいなので ね、ちょっと中休みみたいな感じで、はい、まだまだ梅雨なんですが、まあセミの声は聞こえてますからね、ていうかもう夏かなとみたいなね。本当に夏がすぐそこなんですけれども、今日もね、素敵なゲストさんをお迎えしてお届けしますので、皆さんお楽しみに、はい、ということでこの番組はドライブにツーリングにあなたが聴きたい一曲とともにハッピーな週末になりますようにグッドな情報をお送りする番組です。皆さんからのリクエストや口コミ情報もお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com までお願いします。そして FM 宜野湾ではツイキャスで動画配信も行っています。ツイキャスはツイッターでコメントを書き入れることができますので、ぜひコメントで番組に参加してください。よろしくお願いします。 79.7MHz FM 宜野湾グッタイムミュージック、この番組は自由へのパスポートハーレーダビッドソン沖縄の提供でお送りします。音だけじゃなくて、この映像も流れております。
YouTube にも上がるよ。うん、この後ゲストのコーナーになるので、はい、マイクに向かって自己紹介お願いしますって振るので喋ってもらって、はいはい、緊張してる、緊張してみんな緊張するいながら結構みんな喋る自己紹介ね、自己紹介、はい、軽く自己紹介、FM ギノワンよりグッタイミュージックお届けしております。ツイキャスの方コメント入ってますね、はい、タイゴさんがセミの声してるのってね、もう聞こえてますよ、うん、してるの知ってます、はい、セミの話なんですけど、山形県の海側の地域、地震で起こされて勘違いして出てこないかなセミもね、もう出てくるかもしれないです。出てくるかもね起こされて、うん、シュプリームさんからメグレイコさん、ゲストさん、こんにちは。こんにちは。山手線 1.5 周罰ゲームをあと少しで終えようとしています。何してるんですか。何それ何してるんですか。 1.5 周1.5 周回っておいでって言われたのかな。罰ゲーム、なんで点5なん、 1.5 なん2周でもない、2周じゃない、あ戻られんの、あそういうこと、戻れないのかな何の罰ゲームですか、教えてください。それこそもうほら半分で電ついて帰ってきたね本当に電ついて帰ってくれ、電ついて帰ってきたありがとうございます。コメントでね参加もしていただけますので、はい、ぜひぜひコメントお待ちしております。さて早速ですが、はい、ゲストのコーナーに参りましょう。本日のゲストはこの方です。ではマイクに向かって自己紹介お願いします。はい、浦添市でグルテンフリーのおやつをの販売を、主に、あととにかく作ることが大好きで、ご飯作ったりハンドメイドの雑貨を作ったりしてやってます、レインボープラスの内田真美です。よろしくお願いします。はい、真美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。レインボープラスさんね、はい、グルテンフリーのおやつを作ってらっしゃるですね。はい、こちらお店も構えてらっしゃるんですか、浦添の方に。今店舗の方はないんですけれども、うん、県内で開催されているイベントを中心に、はい、あと注文を受けて発送したりとかですね、はい、それで今はやってます。へー、はい、そうなんですね。グルテンフリーのおやつということなんですが、はい、リスナーの皆さんでグルテンフリーって何っていう方もいるかもしれないので、うん、はい、ちょっと教えていただけますか。グルテンフリーっていうのは、はい、グルテンっていう成分が、うん、小麦粉に含まれる成分で、粘りを出す成分なんですけど、はいはい、まあ、それが悪いばっかりではないんですけど、うん、取りすぎると、まあ、アレルギー症状を引き起こしたりとかっていうのもあるので、うんうんうん、取りすぎ注意だよっていうことで、うん、グルテンが含まれない、私は米粉とか大豆粉ですね、はい、大豆の粉とか、うんうん、アーモンドの粉とかを中心に使って、うんうん、はい、でお菓子を作ってます。うん、そうなんですね、はい、じゃあ体に優しいお菓子、そうですね、消化するのに体に負担をかけにくい、なるほど、っていうのがありますね。へえ、そうなんですね、はい、米粉とかを使ってっていうことなんですけど、はいはい、普通の小麦粉を使って、うん、こうクッキーとかお菓子作るのと、うん、何か工程が違ったりとかはするんですか。基本的には、うん、小麦粉を米粉に変えるだけでも、うん、まあ
できることはできるんですけど、はい、米粉のお菓子ってちょっと時間が経つと固くなってきたりとかっていうのがあるので、あのサクサク感を残し、あクッキーとかだとですね、うんうんうん、サクサク感を残すためにあのアーモンドプードルっていうのをアーモンドの粉を使って、まあ、調合したりとかはしてます、うん、へえ、うん、そうなんですね、はい、この間ねイベントで私も食べさせていただきました、はい、うん、あ、 ありがとうございました。わざわざ足運んでいただいて美味しかったんですけど、ねえ、れいこさんも食べたことありますか？あるよ。あります。れいこさんは何食べました？タームスコーンやったっけ？そうです、タームスコーンめっちゃ美味しいですね。私も食べました。あとエイジレススパイスが入ったクッキー。エイジレススパイスって何ですか？エイジレススパイスってモリンダってあのノニのジュースを出している会社が、まあ、抗酸化力の強いスパイスをこうちゃんとあのどっかの偉い大学の教授の人、誰が忘れた、なんかその人の監修のもとにブレンドしたエイジレススパイスっていうのがあって、うんうん、それをそのクッキーの生地に練り込んで焼いてるやつがあって、ちょっとまあ大人味、大人味、うんだけどあれが私すごい好き、うん、なんと今日あの今西さんにお持ちしたお土産の中にそれが入ってます。ありがとうございます。入ってますがな。どれどれどれ、あこれか、はい、これかな、うん、エイジレススパイスミックス、まさしくそれでございます、はい、まさしくすごい、普段あんまり焼かないのに今日入ってます。まさにこれですね。これ美味しい、大人味、ありがとうございます、うんうん、はい、ね、ちょっとなんか食レポとかしてみようかな。食べながら食べとんかい。この間もね、マオのねアイスを食べながらね放送してたんですけど、どんな味かな、なんかあんまり、まあ食べてみよう、大人味、大人味、スパイス、スパイス、スパイシー。こういうのってどうやって思いつくんですか、これを。これは、うん、あのこのモリンダっていうのにジュースを扱っている会社の方とちょっとね、れいこさんも共通の知り合いがいて、その方からこれ美味しいよって言ってもらったスパイスをクッキーに入れて作ってプレゼントしてあげたのが始まりです。そういうきっかけだったんですね、はい、美味しい、美味しいでしょ、なんかこれこう鼻から抜けるこの爽やかな感じ、うんうんうん、スパイシーな、うんうんうん、辛いっていうわけではなくって、うんうん、なんでしょうね、うん、スパイスの香りが鼻に広がるっていう感じの大人味、大人味、確かに、うん、美味しいですね。美味しいのよ、大人味だけど、ね、うち の, あの9歳の息子も食べます、うん、あ、好きなんですか。すごい大人だな。お菓子作るの昔から好きだったんですか？全然好きじゃなかったですね。あ、そうなんですか。あ、そうだよ、あの料理もそうなんですけど、はい、お菓子って特にきっちりこう分量を測らないと失敗するっていうのがみんなの頭の中にあると思うんですけど、私あのしっかり測りながら作るっていうの大っ嫌いで、ご飯作る時もいつも適当にパッパッパッってやるタイプだから、はい、お菓子作りはもうあのきっちりしなきゃっていうのが強かったから、なかなかやりたいけど気が進まないみたいな感じで来てたんですけど、私のお菓子はあのぜひおやつ教室に来てもらったら分かるんですけど、もうビニール袋一つで3歳児からでも作れるぐらい簡単にできるものなので、はい、だからできやれてます。なるほど、そうなんですね。今おやつ教室っていうキーワードが出てきましたけど、はい、教室もやってらっしゃるんですか？教室は今あのさっき言ったみたいに今もあのカフェをやってないので、はい、あの要望があれば、うん、あの、うん、自宅に伺って何人か集まってもらってやったりとか、うんうんうん、まあ、別の、ね、カフェとかで場所借りて開催したりとかっていう程度で、そんなに頻繁ではないんですけど、うんうんはい、やってます。へー、そのおやつ教室をやろうと思ったのは何か目的があってですか？はい、うん、おやつ教室は、うん、あの、まあ、まず私と同じように、はい、あの体に優しくて安心して食べさせて、うん、あげられるものをたくさんのママさんたちに作ってほしいなっていうのと、まあ、料理教室とかおやつ教室とか行ったけど、うんうん、結局家では作ってないっていうパターンもはいはい、はい、こうよく耳にしてて、あ、あります、あります。それって結構あのこの材料はあるけどこれはないんだよねっていう、いちいちこうちょっと、ね、揃えなきゃいけないっていうことが億劫だったりとか、はい、あとは
いろんなね器具を、うん、ボールだったり、何ですか混ぜるやつなんですが、泡立て器だったりとかね、道具がたくさん でバターとか使って脂っこくなるし、片付けがめんどくさいとかっていう、時間がかかるからとかっていう、ちょっとこうネガティブなね、思いで、なかなか行ったけど作ってないよっていうのをよく聞いてて、だったら道具もビニール袋で一つでできたらいいんじゃないか、で材料もまあ身近に揃えられるものでできたらいいんじゃないかっていうのと、まあさっき言ったみたいにきち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 測らなくても、まあちょっと何グラムか多く入れちゃったでも大丈夫よっていうのができれば、みんなが気軽にね、お家で作ってもらえるんじゃないかっていうのと、それなら続けられるんじゃないかなっていうのと、あともう一つは、このお菓子作りっていうよりも、それを作りながら、さっき言ってたみたいに、じゃあなんでグルテンフリーがいいのっていう質問に答えることだったりとか、まあ、一応私が教えてるやつは、バターとか、生クリームとか牛乳とかの乳製品とか、卵も使ってないお菓子なんですけど、なんか完全にそうしなくちゃいけないんじゃないけど、そうすることによってこういう健康効果が得られるよっていう、ちょっとした豆知識みたいなのを、まあ作りながらのおしゃべりで少しずつ伝えることで、何にも知らなかった人がちょっとでも体のこととかね、食のことに興味を持つきっかけになってくれたらいいなっていうのがあって、それでやってます。素敵ですね。作りながらね、お母さんたちとお話ししで、ね、食育についても考えられてて、そうだね、すごい自分のためにも子供たちのためにも家族のためにもね、なりますね。なんか私自身が、なんだろう、ストイックにもうこれはダメ、絶対こうするとかっていうのが続かないタイプなのでやっぱりね、我慢ってストレスになっちゃうから、そうじゃなくて、ちょっと知ってるだけで、どっちを選ぼうってなった時に、よりいい方を選べるっていうぐらいだと続けていけるから、そういうとこからでいいんじゃないかなと思ってて、そういうことなんですね。なんかそのおやつを作る教室に行くってなると、結構こう、気合い入れて行ったりするお母さんとかいますけど、今のお話聞いてると、もうマミさん自体がもうそんなにきっちり測らなくても面倒っていうねっていうのとかね、あっても本当に袋一つでできるって本当気軽に行けますよね。だからなんかもっと詳しく勉強したいとかっていうのがあれば、そこに行けばいいし、まあ、もっと聞いてくれたら私が答えられる分には答えるしっていうところで、そこのきっかけ作りのこう入り口になってくれたらなっていう、なるほどね、ところですね。いいですね、きっかけ作りに、なりますね。はい、でもマミさん、お菓子をね、販売してる時にね、すっごい種類たくさんありましたよね。そうですか、はい、まだまだだとまだまだだとなと思ってですけど、いやもうたくさんの種類があって、もう選ぶのに迷ったんですけど、今おすすめの、今おすすめのありますか。もう不動の人気はさっきレイコさん食べたって言ってた、あのターム、沖縄のタイモの、ロールスコーンっていうのが、まあもう確実に売り切れ、商品ですね。あとあれも好き、きなこのキューブのやつ。きなこのキューブのやつ、あれも美味しかった。うちの家族の一番人気です、あれ何個でも食べれますよね、本当に。あれはチンスコーみたいな食感のお菓子が作りたいと思って、そうできたで、確かにちょっとチンスコーっぽい感じの、ね、食感がね、食感が美味しいんですよね。あれはあれですよ、大豆粉がほとんどなので、多分私のお菓子の中でも、糖質を気にしてる人とか、炭水化物をちょっと気にしてる人とかっていうのはおすすめです。なるほど、なるほど、
そっか、炭水化物とかもね、はい、気になっちゃいますもんね、うん、確かにね、ねえ、マミさんのお菓子だったら、うん、食べていいよっていう感じね、うん、今は、はい、あのイベント出店などが主な活動ということなんですが、はい、今後予定されてるイベントとかってありますか？今度来週かな、6月26日に、うん、はい、富城市の、はい、レンタルスペースエピックさんで、はい、魔法の癒し箱っていう、うん、あの癒しのイベント、うん、あと7月7日が、うん、那覇の新都心緑化センター、うん、新都心公園の中にあるんですけど、うん、はい、そこで、カラー虹色マルシェっていう、うん、まあ、ここも癒し系だったり、あの雑貨の販売の方が結構多いかな、うんうんうん、そこですね、今一番近くは、うん、はい、26日と7月7日、はいはいはい、にありますので、はい、ぜひぜひ美味しいマミさんのお菓子買いに行ってみてください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。こういうイベント情報が載ってるサイトとか、はい、ホームページとか何か情報ってありますか？レインボープラスで検索、はい、あ、Facebook でレインボープラスで検索してもらったら、はい、あのページが出てきますので、はい、そこでだいたい教室の案内だったり、うん、イベント出店の案内っていうのはやってます、うん、あとインスタでもレインボープラスで検索してもらったら出てきます、うんうん、はい、なるほど、はい、じゃあそちらの方で検索してください、はい、あとイベントに出店してほしいっていう方がもしいらっしゃったらどこからご連絡すればいいですか？はい、どこからフェイスブックコメントかメッセンジャーいただければ、はい、メッセンジャーとかでも大丈夫ですか？はい、はい、インスタとかやってないんですか？インスタもありますよ。インスタもレインボープラスで出てきます。そのインスタでも SNS 系で、はい、メッセージでも大丈夫ということですね。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、マミさん、これからの展望とか夢ってありますか？はい、そうですね、はい、私さっきちょっと話したんですけど、うん、去年の、うん、ちょうど1年前か6月まで、うんうん、ジスタス浦添の方でカフェをさせてもらってたんですけど、その時のお客様からも、うん、ランチしないのかとか言って、うんうん、ね、また店舗持ってくれって言って、うんうん、嬉しい言葉もいただいてるので、うんうん、今年中に年内には、はい、まあ、私自身が店舗を構えるのか、うん、どういう形になるのかはちょっと今いろいろ動き出してるので、うんうん、まだ発表はできませんが、うんうん、何かしらの形で、うん、ランチの営業っていうのもできるように、うん、はい、今話を進めているところですので、すごい、はい、楽しみですね。その時はね、また SNS 上でも発表を待ってていただければ、うんうん、はい、はい、私たちも楽しみに待ってます。応援してます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のゲストはレインボープラスの内田真美さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、この後もお時間あれば最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、さあ、ここでれいこさんからのリクエスト曲お届けしましょう。、はい、ウルフルズでええねん。Thank you.
さあ続いてはハーレーダビッドさん沖縄のコーナーです。毎週ハーレー沖縄さんよりお得な情報、イベント情報などお届けしていただいております。今日もれいこさんよろしくお願いします。はい、お願いします。ですね、7月4日の木曜日から7月7日の日曜日、はい、ディーラーオープンハウス、テーマはインディペンデンスデーでございます。ほう、はい、7月4日は皆様ご存知の通り、はい、アメリカの独立記念日なので、うんうんうん、まあ、それを、ハーレーでお祝いしようということでテーマがインディペンデンスデーになっております。はい、はい、で、まあ、イベントの内容としましては、これ7月6日と7日になるんですけれども、はい、ライドインバイクショーということで、うん、